最近居酒屋チェーン事情。庄屋、坪八、紫、天狗などのいわゆる居酒屋チェーンはその後どうなっておるのか。その後といってもどのあたりのその後かと言われると困るのだが、あれは昭和45年頃でしたっけ。焼酎ブームとともに居酒屋チェーンが烏合のタケノコのようにあちこちにできたのは、でもって焼酎ブームが下火になるとともに、なんとなく居酒屋チェーンも下火というか、以前ほどの勢いがなくなり、僕自身の居酒屋チェーンへの興味も薄れてきて、少しずつ足が遠のいていったのだった。というあたりのその後の居酒屋チェーンはどうなっておるのか。元居酒屋ウォッチャー、かつ元居酒屋ジャーナリスト、かつ居酒屋研究学者が、その後の居酒屋チェーンの動きを探るべく、居酒屋組織グループの内部に深く潜入し、その組織及び活動の解明を試みた渾身のルポがこれである。居酒屋チェーンのメッカといえば、これはもう渋谷である。渋谷のセンター街を歩けば、そのあたりの雑居ビルの中に一つや二つの居酒屋チェーンを見出すことは容易である。とりあえず坪八の内部深く潜入する。お、あれはなんだ。というのは、古くは川口博士探検隊の常套句であったが、まさにお、これはなんだと叫ばずにはいられない風景がそこに展開していたのであった。カウンターの色が真っ赤だ。朱塗りのようなツヤツヤした真っ赤だ。かつては農村風飯店の田舎作りであった店員の服装が、真っ赤なシャツと帽帯に変わっている。真っ赤なシャツの袖のところには、坪八の文字入りのマークがついている。真っ赤なカウンターの上に目を移すと、お、これはなんだ。ファミレス風巨大カラー写真付きメニューには、なんと料理の一つ一つにカロリー表示がしてあるのだ。カツオたたき350円、103カロリー、冷ややっこ200円、55カロリー、エシャロット250円、36カロリー。冷ややっこのカロリーを知ったところでどうなるというんだ。それが今宵の主演に何か影響を与えるというのか。メニューそのものは新旧両世代に目を向けているようだ。居酒屋チェーンの守護神ホッケの開きは相変わらず健在だ。旧の方の焼き鳥、枝豆、ししゃもなども健在だが、もつ煮込み、肉じゃがは追放されている。しかしもずくは生きながらえている。しかし塩辛はない。このあたりの取捨選択は今後の研究課題となろう。芯の方はパンプキンチーズ、ポテトピザ、コーンサラダなどだが、特に変わり映えのしたものはない。メニューの中で一番高いものが580円、坪八ステーキで、一番安いのが200円の冷ややっこだ。居酒屋チェーンは200円から500円の世界なのである。これほど安い居酒屋は居酒屋チェーン以外には絶対にない。ステーキだって580円ではあるが、肉の量は 200g もあって、肉の質も味もそれほど悪くない。味については値段から想像してそれなりのものを予想していたのだが、それなり以上に美味しい。ちゃんとしている。焼き鳥もバイトらしいお兄ちゃんではあるが、きちんと丁寧に塩を振り、火加減もきっちりと焼いてある。日本酒なんか、聖一号が240円。ビールの大瓶が450円。行くべし、お父さん。小遣いの心細いお父さん、行くべし、
とけしかけたいところだが、店内にはおじさん族はただの一人もいない。サラリーマンといえども20代までで、あとは学生さん、耳ピアスの兄ちゃんとバンダナ風ヘアバンドの女の子ばかり。店内の作り、雰囲気、メニューのいずれもがおじさんを来させないように工夫されているのだ。店内の男の耳ピアス指数が非常に高い。若いサラリーマン以外の男の7割は耳ピアス族だ。次に行った天狗はさらに耳ピアス指数が高かった。店内の作りはほとんどファミレスで、200人は入れるという広大な店だが、30代の客さえ一人も見当たらない。しかしこの店にはおじさん族垂涎のもつ煮込みも肉じゃがもある。サバの味噌煮も山かけもある。ヒラメ薄造り、島味の刺身なんてのもある。すき焼き鍋もあって、これが380円。もう一度書くが、すき焼きが380円。これがなかなかどうしてちゃんとしたすき焼きで、量もそれなりにあっておいしい。試しに島味の刺身480円を取ってみたが、切り身が小さく薄く見かけは惨めだが、味の方はその辺の縄のれんの居酒屋よりちゃんとしていた。ハマグリの酒蒸しは柳川鍋風の鍋に8個も入っていて、ハマグリの火加減もまさにぴったりで、それでいて380円。食器は壺八、天狗の2件ともプラスチックではなく瀬戸物だった。どうです、おじさん族も昨日までの縄のれんをやめて、今夜からでもぜひ行ってみたいでしょう。それにはですね、とりあえずダウンタウンの浜ちゃんがかぶっていたような帽子を、つばを後ろにしてかぶりましょう。それから耳に穴を開けましょう。穴を開けてしっかりピアスを留めましょう。そうすれば今夜からでも堂々と店内に入っていくことができるはずです。